埼玉県朝霞市のチームが3チーム連続で登場します。まずはじめに若気焼きの皆さんです。それではお願いいたします。若気焼き、ギラチン顔怖いよ。会場の皆さん、こんにちは。こんにちは。埼玉県朝霞市から参りました若木明と申します。早くも最後の演舞となりましたが、すでにご覧になった方も、これから初めて、見る方も若木明の演舞で笑顔と感動を届けていきたいと思います。これから朝霞のチームが、3チーム続きますが、最後まで栃木よさこい盛り上げていきますので、ご声援のほどよろしくお願いします。2023若気焼き、構え。空を行く。